一益が山の別邸で休養していると、やや離れたところに鶴の群れが舞い降りてきた。だが鶴たちは餌をついばむにも四方を警戒して落ち着かない。しかも鶴同士もバラバラで身を寄せ合おうとはしない。一方植木の枝や軒端にはたくさんのスズメが群がり、人がいるのに平気で餌を食い、仲間同士で遊んでいる。その様子を見て滝川一益が謹慎に述べた言霊がこちら。わしの昼夜の気苦労を察してみよう。あの鶴のように寸分の油断もならぬ。お前たちは鶴を羨むより気楽なスズメの境涯を楽しむのが良いぞ。